タンブラーのシビライゼーションラジオ。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブラーです。はい、今週のシビラジをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、本日は12月の25日の土曜日ですね。はい、あともう1週間ですね。はい、今年もね、まあ、今週は22日が冬至の日でしたけれども、まあ、このあたりが特にですね、もうとにかく寒いですね。もう寒い。はい、とにかくまあ寒いという、まあ季節にね、まあどうしてもなってきたかなというふうに思います。まあ、冬ですのでね、まだまだこう世間ではね、もう例のウイルスがね、あいつがこう、まあまだガヤガヤしてますんでね、まあどうしてもこう、何もなくてもですね、冬の季節ってのはね、風邪とか、まあインフルエンザとかそういうのがね、増えてきますから、まあ、あんまり増えないといいなというふうに思いますけれども、まあ、今年もあと1週間ということになりますけども、まあ、皆様いかが、どんなね、シビライゼーションライフを、シビライフを過ごしでしょうかと。まあ、いうことで、今回からはですね、まあ、前回のラジオとちょっとね、30分ぐらいだと枠が、少なすぎてね、話しきれないかなという感じがしましたので、まあ、1時間前後ぐらいかな。の感じのラジオにしていこうかなというふうに思っております。はい。のでですね。まあ、これまあ、パート1から言ってる通りですけども、まあ、結構こう、長い枠になってくるかなと思いますので、まあ、そういうことまあ、適当にこう、飛ばしでもいいですし、作業がてだという形でね、まあ、適当に聞いていただければと、はい、いうふうに思います。で、まあ、来年のぼちぼち回数重ねるまで多分、そんな感じでいこうかなというふうに思っておりますけども、まあ、フリートーク。の枠と、まあ、一個だけ、企画ありますんでね。まあ、それとの、こう、折り混ぜという形でね、来年、まあ、ぼちぼちの回数ぐらいまではですね、それでやっていこうかなという感じで、考えております。はい。ということでですね、今回から、まあ、ちょっとずつですね、まあ、シビライゼーションの最新作の、やっぱこう、6の話というのが、まあ、多くの方が、まあ、興味関心があるところかなというふうに思いますので、まあ基本的にですね、普通に自分が話す話としては、最新作の6の話をメインにしていきたいと思いますし、今回からですね、ちょっとこう、より突っ込んだですね、個別のシステム的なところの話っていうのもやっていこうかなというふうに思っているんですけれども、まあ何せですね、多いですよ。数がね。まあ、まあ、自然遺産だ、世界遺産だ、文明の能力だ、なんだかんだとですね、もう言い出したらもう、キリがないくらいね、もう数が多いので、まあ、これからちょっとずつですね、ラジオの回数を分けながら、まあ、いろんな話をしていこうかなと、まあ、いうふうに思っているんですけれども、まあ、とりあえずですね、最初ですね、まあ、新しくね、自分のこの発信を、このあたりからですね、聞くようになった方向けということもありますので、まあちょっとこれをね、ご紹介するというくらいから始めたいなと思います。で、まあ自分、ゲームブロガーとしてですね、まあブログもやってまして、たびたびいろんなところで紹介をしているんですけれども、タンブラの隠れ家裏部屋というブログの方でですね、最新作の6についてだいぶこう記事を過去に、書いております。で、まとめページでですね、最終環境版という形のページで、記事をまとめていまして、で、まあ、これからですね、なんていうかな、その辺の話をまた聞いていきたいとか、まあ、初めて聞くとかいうような方はですね、まあ、このまとめページですね、まあ、いろいろとこう、最終環境版でのですね、各様々なこう文明の能力とか、まあ、ちょっと文明と指導者のことについてはですね、個別に更新中なんで、まだ全部更新をしておりませんけど、まあ、それこそ都市国家の話であるとか、まあ、偉人の話とかね、政策の話とか、まあ、パンテオン宗教とか、もうとにかくこう、全項目区分けしてですね、まあ、いろいろなんていうかな、こう、最新環境版での、まあ、考察っていうんですよ。ちょっとね、まあ、ね、そんな、大それたものでもないですよね。まあ、紹介いろいろとやってますので、まあ、なんかいろんな、組み合わせの話とかですね、まあ、そういうのをこう、いろいろと書いておりますので、まずはこの辺を、最初はね、ご覧いただくのがいいのかな、というふうに思います。はい。で、まあ、せっかくなんで、まあ一つぐらいちょこっと話をするとですね、自然遺産と、まあ、遺産関連ということで、まあ自然遺産と世界遺産についての話を、まあせっかくなんでちょこっとね、しようかなと思いますが、まず、世界遺産に関してはですね、まあ自分の場合は最新環境では
まあ、自然さピッカーというのがね、追加されまして、いろいろとカスタムができるようになりましたので、もうあんまりなんだから、しょうもない効果の自然遺産出てきてもですね、まあ、モチベーションが上がらないということがあって、自分はもう、ゴリゴリ、強めの自然遺産だけにですね、カスタムをしているタイプなんですけれども、まあ、いずれにせよですね、自然遺産については、あまり、積極的に、コンボとかね、なんていうか、考察めいたことを考えることがありませんね。はい、ありません。っていうのも、まあ、どうしてもまあ、自然遺産って、やっぱりこう、何が出てくるかっていう、こう、ランダム要素が強すぎてですね、これまあ、より、なんていうかな、もっと言えばですね、自分は都市国家についても同じようなことを考えてまして、まあ、ものすごく、本当に、例えばこの都市国家しか出てこないみたいな、そういう特殊な、ピッカー調整とかすればまた別なんですけど、都市国家とかね、まあ、自然遺産の能力っていうのは何が出てくるか、何が利用できるかっていうのが、いまいち安定しないですよね。いまいち安定しないと思います。そもそもその世界に登場するかどうかもわからないし、あるいはまあ登場したとしても、なんていうかな、結構近くにないとですね、実質上を積極的に利用できないみたいなことが多いので、僕はシビライゼーションの、プレイの仕方っていうのを考えるときに、この自然遺産の能力というのと、あと都市国家の能力っていうのも、考慮しない、戦術に限るようにしています。はい。ということで、まあ、自然遺産とね、だから、もう、考えませんね、まず。まあ、出てきたものを、まあ、それなりに、その時に、ちょっと、まあ、臨機応変にね、使い方をちょっと見てみようかっていう程度にしか考えませんで、もう事前のなんだよな、プレイの仕方として考慮することはありませんね。はい。ということがあります。まあ、都市国家についてもね、すごくその傾向が強くてですね、都市国家についてはね、ある意味まあ自然遺産よりはまだこう利用できる選択肢の幅が多いんで、特定のこう都市国家が好きで利用するっていう方も多いと思います。まあそれはそれでいろいろとこう人それぞれね、やり方が好みが出てくると思うんで、まあいいんですけども。僕は個人的には、積極的に利用は考えませんね。まあ、たまたま出ていったものを、たまたま、利用できるかなという、そういう、こう、範疇でね、まあ、臨機応変に考えるというだけですね。うん。だから、そもそも、まあ、そうね、都市国家の、個別の、なんていうかな、施設とかね、そういうものを、こう、前提とした、こととかね、もう、全く考えませんね。はい。ということが、あります。で、次に、世界遺産についてなんですけれども、世界遺産についてもね、どうだろうな。まあ、少なくとも、こう、最終環境版で、様々なモードとかが追加されてるですね。まあ、今のような、こう、スペックの、シビライゼーション6の環境下であればですね、標準ルールぐらいの時であれば、まあ、そうでもなかったんですけど、自然遺産のね、重要度、ごめんなさい。世界遺産か。世界遺産の重要度って実はそんなに高くないかなと思います。まあもちろんその個別具体的にはその、勝利条件何目指すかによっても変わってくると思います。まあ特に多分関係しづらいのが速攻系の勝利の場合ですね。速攻系の制覇勝利とか、あるいは、宗教勝利とか、こういったこう、まあ、100ターンとか、まあ、それちょいぐらいとかなのかな。まあ200ターン以内ぐらいの余裕で終わるみたいな、ゲームスピード、通常であればね。まあ、それぐらいの、なんていうかな、世界観で言うと、もう全然、なんていうかな、作るコストと、まあ、帰ってくる、なんていうかな、リターンの、あれ、バランスがうまく取れないので、まあ、基本的にはあんまり作る必要性ないかな、ということがありますよね。まあ、これ速攻系の勝利条件の場合とか、ね、特にわかりやすいというふうに思いますが。まあ、ということがあるので、まあ、本当になんていうかな、こう、ゲーム、こう、勝つだけとかね、うん、まあそういうところになんだか、焦点を絞るんであれば、まああんまり、どうだろうなと、まあそんなになんていうかな、それ以外に結構こう、なんていうかな、強い使えるシステムとかたくさん増えすぎてしまってるんで。で、6についてはですね、1タイル、この、まあ、都市の中のタイルを潰して、そこを、まあ、世界遺産にするというですね、まあそういうシステムであるということもありますしね、なかなかこう、世界遺産について、こう、
無理にですね、まあ特に、初心者の方とかありがちだと思うんですけど、自然遺産って結構やっぱり、作れる場所とかって限定的ですし、まあ効果も特殊なものが多いんで、ちょっとまあ、複雑なんですよね。まあ、でも、まあ、慣れてくればそれはそれで、より一層深く楽しめるっていうお楽しみ要素でもあるんですけど、まあ初心者の方はこう、なんていうか、自然、世界遺産、ね、世界遺産に、こだわりすぎるとなんか余計になんていうかな、プレイがうまくできなくなるみたいなことがね、まああるんじゃないかと思います。で、実際こうゲームバランスとしてもあんまりなんだよな、リターンうまく返って、来づらい、ものも多いかなと思います。よっぽど強いやつに限定して、かつ、そうですね、150ターン、200ターンとかね、まあそれ以上ぐらいの行く、勝負展開とかになればね、帰ってくると思うんですけど、まあ、要は、その、原価償却理論みたいなね、製造業系の言葉なのかな、かもしれません。原価償却みたいなね、感じで、かけたコストってのが、まあ、一旦ごとに、こう、作った後に、ある程度、こう、還元されていく形になると思うんですけど、なかなか帰ってくるまでにね、勝負展開っていうのが、こう、大体消してしまったりとか、ゲーム自体が終わってしまうっていうことが多いのかなと。まあ、いう感じがしますね。まあ、世界遺産についても。まあ、ただ、そうですね。最新環境で、まあ、あるとすれば、時代スコアかな。まあ、時代スコアが最初 1個目作ってプラス3で、で、2個目以降でもプラス2上がるのかな。新しいやつ作るとね。で、時代スコアについては、やっぱりこう、黄金時代取るとか、暗黒からのこう英雄反転でもいいです。なんていうか、あれがとにかく強いんですよね。まあ通常のゲームモードで。まあで、なんだっけあれ。波乱の時代か。波乱の時代入ったとしても、いずれにせよ同じだと思うんですけど、まあ黄金時代取らないと結構めんどくさいことになるんでね。だから時代スコアを、上な取って、で、ちゃんとしたいい時代に入るっていうことが、すごくこうゲームバランス上強いので、まあそういう意味ではこう時代スコアを稼ぐことができるっていうことについては、まあどんな遺産についてもですね、まあある程度のこの価値があるのかなというふうには思ったりします。なのでまあ、遺産作った方が時代スコア稼ぎやすいかなということはあるんですよね。まあ、なんだろう、本当になんか勝ち負けみたいなところにね、シビアにこう、スポット当ててみれば、あんまりなんだかな、まあ、影響度高くないかなという感じがしますので、まあ、あとはなんだか、どれだけこう、お好みの、まあ自分もそうですけどね、自分なんか、それでも、世界遺産作るのが好きなので、結構作る方かなと思います。まあ、なんか、まあ、いや自分は発信者としてやってるんで、こう、見栄えみたいなのも気にするみたいなところもあるんですけど、どれだけこう、綺麗なね、なんていうか、都市が作れるかなとかね、なんていうか、こだわり抜いた都市が作れるかなみたいな、そういう、なんていうかな、こだわり要素の一つなのかな、という感じがします。はい。ということで、フリートークね、この辺にしまして、お便りまた、いつ、行きましょう。はい。ラジオネーム、キキカカさん。はい。ありがとうございます。これは、モッドの話ですね。そうそう、これを、まあ、紹介しがてだ。今回ちょっと、モッドについての話もね、少ししようかなと思っておりましたが。はい。私は以前、シビライゼーション6のウィキの、モッドのページ、まあ、MOD のやつですね。はい。の、ページを見ていたのですが、そこには文明ごとに全ての指導者が使えるようになるというモッドが記載されていました。例えば、アメリカの文明で、モンステマが使えるみたいなこと。はい。そこで、もしロシアで、ローイエ、ウィルフリッド、これ、カナダのやつですね。はい。とか、モンゴルでカトリーヌが使えたり、みたいなシナジーがあって、めちゃ強いと、いう妄想を膨らましていたのですが、何か強そうな組み合わせなどは思いつきますでしょうか？もしあったらお聞きしたいですと。PS。そうは言うものの、私はスイッチでプレイしているので、モッドは使えないですと。ちょっと残念です。はい。いただきました。ありがとうございます。そうですね。モッドについてですね、まあ、もうあんまり、なんていうか、モッドっていうなんか言い方でいいんですかね。はい。これについてですね、まあ、せっかくなんで一回触れておきたいと思います。まあ、そもそもですね、よくご存じないという方もいるかもわかりませんので、基本的なことをちょっと紹介させていただきたいと思いますが、これはね、PC ゲーとかでないとあまり馴染みがないと思いますね。まあ、コンシューマーキーって関係ないんで、PC のゲームとか、でないとなかなかないんですけど、要は、非公式の、追加、ですね。だから、公式の
開発者が作るわけではなくて、こう一般のユーザーっていうものが、ゲームのシステムっていうのをこう新しく作って、そしてまあ追加の、まあ、DLC みたいなね、そういうのをですね、追加することができるというのが、モッドというやつなんですけれども、まあ、PC ゲーとかやる方でないとあんまりこう馴染みがないかと思います。で、そうですね。まずご質問の辺についてはですね、僕自身、モッドについては全然こう、やらないもんですから、まあ、それちょっと理由とかについてもまた後で、ご紹介しますけれども、本当になんだかな、メールいただいたような内容ぐらいしか自分も思いつきませんね。まあ、それこそね、本当にまあ、ロシアでね、とカナダとかね、それ、あとは、外交視野の関係でしょうね。これはね、まあ、モンゴルとカトリーヌみたいなのも、まあ、それはもう、誰でも思いつく感じのね、もう、本当に強い組み合わせかなと思うんですけど、自分もまあ、それぐらいしか、なかなか思いつきませんね。ただ、全然こう、ゲームバランスのコードがもうなくなると思うんでね、もうなんか、やろうと思えば、いくらでもなんか、凶悪な組み合わせってのは出てくるんじゃないかなと、まあ、一般論で言えばですね、思いました。はい。で、モッドについてはですね、まあ本当になんだかな、そういうものまで含めて、非常にこう深く、やることができるゲームですのでね、なんだかそういう良さっていうのはやっぱりこう、あるのかなと思います。ただ、どうしてもですね、まあ今であれば、スイッチ版とか PS4 版とかっていうので発売しましたが、まあ僕なんかもね、昔からシビライゼーションについてはゲームはプレイをしていたんですが、こうやってこう発信活動を始めた、ゲームとして、発信活動として取り上げるきっかけとしたのはですね、やっぱりコンシューマー機が発売してからということがあったわけなんですけど、やっぱりそのタイミングからね、やっぱりこう、やり始めたと。まあコンシューマー機でね、やるようになったという方が多いと思うので、まあこれどうしてもね、なかなかこう、やってる、環境によってですね、なんか全然なんだか関係ない人もいれば、まあ、やる人もいてっていうね、差が出てきてしまうから、まあ自分は全然、なんだかな、モッドについては、触れることもなかったですし、ということでした。で、あとですね、自分自身についても、まあそういうなんだか、発信の、ことと関係なく、という意味においてもですね、まあ、PC 系のゲームって自分はそれなりにはやるんですけど、モッドについては、自分はまあ手を出さないという方針にしています。まあなぜかというとまあ時間の都合上みたいな話のことだけなんですけど、まあもちろんですね、まずゲームの面白さみたいなことで言えば、まあモッドはまあそれこそ、なんだかな、ピンキでやると思いますけど、かなりですね、ゲームのその、ファンの人が当然作るということが多くなってくると思いますから、非常にですね、面白いものっていうのは多々存在すると思います。ですので、まあそういうものをね、できる環境にある方は、どんどん、やってみていいんじゃないかなということは、言えますね。はい。言えるんですけど、ちょっとね、ここまで手を出してしまうとですね、もう際限なく広がってしまうので、まあ自分の場合普段のね、他のなんとか発信とかの、ことをいろいろとやってるということもありまして、まあ、いろんな、なんていうかな、ゲームを、同時並行でやったりしているもんですからね。なかなかですね、一個のゲームだけを年が年中ずっとやってる、みたいなですね、そういう人であれば、まあ、そこそこ時間は取れるのかなと思うんですが、ちょっとですね、ここまで手を出してしまうと、なかなかですね、全部やりきれないなというところがあるもんですから、これはまあ、自分の場合は、そういう時間の都合上でですね、シビライゼーションというゲームに限らず、さすがに、まあ、やれば面白いものはあるということはですね、理解しているんですが、しかしこう、深い沼から抜けられなくなってしまうというかね、まあ、単に時間が足りなくなるだろうと、はい、いうことがありますので、自分はまあ、そういった理由でですね、モッドについては、全く、単純にこう、やっておりません。はい。で、まあ一応まあそういうものもですね、まあありますので、まあ自分のこれまでの発信でもですね、まあ当然、スイッチ版から始めましたとかね、まあプレイステーション4版で、新しく、
始めましたという方も、ただ、むしろそういう人の方がね、今やこう、どうしてもまあ PC とコンシューマーではやっぱりこう、ユーザー人口違いますから、まあそういう人の方が多いんだろうなというぐらいになったんだろうなと思いますけど、まあ言うことはありますんで、あまりこう、ちょっと、モッドについてですね、こう、ガリガリ取り上げてもしょうがないかなということで、まああんまりこう、話をすることもありませんでしたが、一応ですね、まあプレイ環境をこう、やれて、やれる方はね、まあそういうものもありますんで、まあやれば面白いものは多々あるかなと思います。ちょっとだけ世界史が詳しくなる指導者文明紹介。はい、このコーナーではですね、毎回シビライゼーション6の一つの指導者と文明にスポットを当てまして歴史的な話をしていくというトークコーナーとなります。まあ、こういった歴史の話なんかもね、踏まえまして、まあ、シビライゼーションという作品の理解を少しでも深めていただけるといいなという、そういう趣旨のコーナーとなっております。過去にですね、自分のブログの方で、指導者と文明の紹介記事を書いておりまして、そこの終わりの方にですね、ちょっとした歴史のコラムみたいなものを載っけておりますので、まあ、その自分のブログの方から大部分引用をしてですね、お話をしていくような形になります。はい。ということで、第2回目となる、今日はですね、どの文明にしようかなと思ったんですが、今日はですね、まあ、せっかくちょっとね、前回1回目にやった、ペルシアと多少連動してるということで、ギリシャ行きたいと思います。はい。今日はギリシャです。ギリシャですね、シビライゼーション6はペリクレスとゴルゴーという二つの指導者がいますが、今日はですね、ペリクレスとギリシャについてお話をしようかなと思います。で、ギリシャについてはですね、まあ、結構こう、なんていうかな、まあ、現代も続いているね、ヨーロッパの方にありますよね、国ですので、まあ、現代の、なんていうか、ところまで話を進めてしまうと、かなりですね、長すぎる形になってしまいますんで、まあ、それでもね、だいぶこう、歴史がね、長いので、ちょっと今日はボリューム多いかなと思いますが、まあ、適当に聞いてください。はい。で、またね、多分どっか別のタイミングでやるかと思いますけれども、まあ、ゴルゴーの方の指導者の時はですね、まあ、ギリシャと言っても、あれまあ、ゴルゴーは、スパルタの、指導者でしたので、まあ、スパルタのね、周辺の話っていうものを、重点的にやっていこうかなと思います。で、今日お話しするペリクレスではですね、まあ、ギリシャのなんていうかな、こう、全体的なね、話みたいなのをこう、中心に、文明の方ではお話をしていこうかなと思っております。はい。まずですね、指導者のペリクレスについて、からお話をしますか。はい。アテネですね。ペリクレスはですね、まあ、正確には、アテネという、まあ、ギリシャ世界のポリスの一つですね。まあ、アテネ、名前有名だと思いますが、はい。ここの政治家であり将軍でした。過去にはですね、ギリシャの、まあ、紙幣にドラクマっていう紙幣がああったのかな、今はユーロになっちゃってるんで、EU でね。あったなのかな、はい。肖像にも使われていたことがある、そういう、まあ、偉人だそうです。はい。で、まあ、ギリシャではですね、この、シビライゼーション6でも、古い時代のね、政治体制に、出てくるようにですね、まあ、古代民主制、みたいなものが存在していた時期があるんですけれども、まあ、それのなんか象徴的な人物の一人という形になっています。で、アテネのポリスではですね、まあ、有名な何人かのこう、人物っていうのが登場していってですね、まあ、次第に、古代の民主主義体制みたいなものが整っていく形になるんですが、このペリクレスの時代にですね、民主制っていうのが、完全な形にほぼほぼ、まあ、なってきたというね、そういう、まあ、象徴的な人物となります。まあ、そういうような背景がありましてですね、まあ、シビライゼーション6では、都市国家と相性がいいようなね、まあ、平和的な感じの能力になっているかと思いますけども、まあ、多分そういう、人物だということでね、まあ、こんな感じの能力デザインになっているんだろうと思います。はい。で、このペリクレスの時代にはですね、成人男子の市民というのは、まあ、全員政治に参加することができるようなシステムには
なりました。ただしですね、女性と、奴隷、それから異民族には権利がありませんでした。で、女性はともかくですね、それでも成人男子は全員ね、成人参加できるようになるというと、それなりになんていうかな、多くの人が、民主制に参加しているような、こう、イメージになってしまいがちなんですけど、実はそうではありません。はい。ギリシャ世界っていうのはですね、もうとにかく、奴隷が多い、世界でした。もう、ほとんどが奴隷ですね。ヨーロッパの世界っていうのはですね、特にこの奴隷文化でして、白人、世界の文化って言った方がいいのかもしれませんけどね。アメリカとかも、そういう歴史が長かったんでね。ものすごい奴隷が多かったんですね。戦争したりとかしてですね、異民族っていうのを奴隷として連れてきて、で、奴隷に働かせるみたいな、そういうこう世界観だったもんですから、とにかく奴隷の数っていうのが、市民の数よりもものすごいこう、何倍も多かったんですよ。ですから、全人口に対しての、こう、政治に参加できる、市民っていうのは、割合としてはもうほんのごく一部しかありませんでしたと。いうのが、実態では、あります。はい。とはいえですね、こういったこう非常にこう古い時代っていうのは、多くのね、国家っていうのは独裁的に国を動かすということが一般的だったわけで、そういう古い時代においてはですね、非常にこう珍しいシステムを作り上げたということは、そうなんだろうなというふうに思いますね。現代でもですね、独裁の国って相当数多いんでね、紀元前なんて世界はもう、基本、独裁ですからね。はい。教育システムなんかもないんで、そういうところもあるんですけど、はい。いうことなんですけど、そういう時代においては、多少珍しいシステムを作り上げたということはそうなんだろうなと思います。はい。で、続きまして、ギリシャ文明の話をしたいと思います。ギリシャというのはですね、このシビライゼーション6に登場する文明の中でも、本当に最古の文明の一つでして、まさに、人類最古の、文明ですね。エジプトとかも、そうでしたが、文明ってのはその、農作業が始まってみたいなね、いうところからを言えばということですけど、そういうところから、で言うとですね、人類最古の、文明という形に、ね、なってくるところの一つとなります。で、あっちの方にこう、エーゲ海っていう海があるんですけども、そこで生まれた文明っていうことで、エーゲ文明っていう文明がありましてですね。それがギリシャ文明の源流というふうに言われています。で、なんていうかな、土地がですね、あの辺はちょっと、こう、複雑でね、平たい場所が少ないと。いうことで、ポリスなんかもね、そういうことで、あんな感じになってるんですが、人口が、狭いところにこう密集しやすいという土地柄があったおかげでですね、都市が発展したというふうに言われているようですね。はい。で、この、本当の起源に遡ると、英芸文明っていうのは最初に起こるんですけど、それがクレタ文明というか、ミケーネ文明というか、二つにこう分岐をしていきます。で、クレタ文明っていうのは、クレタ島っていうね、島が、あるんで、それにちなんだ名前なんですけども、そこにちなんでクレタ文明という文明が一つあったんですけど、このクレタ文明っていうのはですね、非常にこう、平和的なね、なんとか文明でしてですね、平和主義だったんですね。はい。宮殿も、防壁もなく、ね、隣人を愛せみたいな感じでね、やってるのかもしれませんが。それが、あだとなったのかどうなのか、外敵に侵入されまして、サクッと滅びます。はい。サクッと滅びましてですね、このクレタ文明の方は滅んでしまうんですけど、逆に、ミケーネ文明の方ですね、このミケーネ文明の方は結構、好戦的な文明でした。で、トロイの木馬ってね、有名だと思います。あのトロイの木馬で、登場するですね。元のトロヤ戦争っていう戦争があるんですが、これもミケーネ文明の時代に起きた戦争ということになります。こういしてですね、ミケーネ文明、それからクレタ文明という文明ができてくるんですが、そっからまたね、すぐにこうギリシャ文明につながるというわけでもないんですね。で、そのミケーネ文明というのはそれでいろいろとこうやってるんですけど、滅びます。で、そっから先ね、なんかよく何が起こったかわからない感じの、どうしても古い時代なんで、
ほんとまあしょうがないところもあるんですけど、全然こう、記録がありませんで、まあよくわからない暗黒時代にね、突入します。まあちなみにヨーロッパの方はですね、こういうまあ紀元前みたいな世界、時代以外にもですね、暗黒時代と言われる、本当に何が起こったか全く記録が残っていないという、時代がですね、もっと後の方の、時代においてもですね、実は登場します。はい。で、これはね、だいぶですね、なんだかこう、人と人との、多分まあ戦争とかそういうのが激しすぎてですね、もう書物とか、もうその全部こう、焼けてしまってね、全部ぶっ壊されてしまってみたいな、まあそういうこう世界観、なんですよ。だからね、本当にね、日本人はね、当たり前のように、ずっと昔から、時代を遡ってですね、時代が繋がってるっていうのが当たり前のようにこう感じがちなんですけど、これはですね、結構ね、やっぱりこう、世界各国を見ると、まあ、紛争とか言ってね、時の権力者がね、前のものをこう全部こう、焼いてしまうとかね、潰してしまうみたいなことはもうたびたび起こりますんで、まあ、そういう、激しいですね、もう、まあ、キャンセルカルチャーみたいなものが起こらずに、ずっと同じようにね、歴史が続いていって、過去に遡れるみたいなものはね、まあ、本当に、結構稀なことだったりもしますね。はい。で、まあ、こういうですね、よくわかんない、時代があるんですが、まあ、つっても、この時はね、どうしても、まあ、紀元前なんで、なかなかまあ、時代が古すぎてね、難しかったということはあると思います。で、このまあ、何があったかよくわかんない時代が終わるとですね、その後に、ポリスと呼ばれる、まあ、都市国家というのがね、誕生し始めます。で、このポリスっていうのはですね、まあ、山ですね。まあ、これCB6 だとアクロポリスという区域名になってるんで、まあそれもちょっとイメージしやすいと思うんですけど、高い山の周辺に集まって暮らすという、特徴がありました。だからね、ギリシャ文明っていうのはこう、点に集中して、まあなんかタワーマンションみたいなね、どうなんですか、それちょっとそのイメージ違うかもしれないけど、まあ、密集してそこに暮らすっていう、こう、点での支配。みたいなのが、こう、ギリシャ世界だったんですけど、まあ、それに比べて、こう、前回、紹介した、ペルシアか、そう、ペルシアですね。すいません。ペルシアですね。ペルシアってのは、すごい、こう、広い、こう、面でね、支配を行っていたっていうのが、まあ、ペルシアだったんですけども、まあ、それに対して、こう、ギリシャ世界っていうのは、こう、点でね、いろんなとこにこう、点と点でいろんなとこにポリスができてみたいな、いう感じの、まあ、文明のね、形だったという形になります。はい。でですね、まあ、こういった、まあ、ギリシャ世界が、ようやくポリスという形でね、育ってくるんですけども、まあ、同じギリシャ人、広い意味だギリシャ人なんですけども、まあ、使ってる言語、の、まあ、特徴がちょっと違ったりする関係で、ポリス同士がね、お互いにこう、ライバル心を持ってこう、競い合うようになっていきます。で、まあ、アテネとかね、まあ、スパルタとかその辺とかっていうのはね、まあ、有名ですけども、こういうまあ、複数のポリスに、分離をしてですね、まあ、お互いに、まあ、競い合うとか、まあ、戦争してね、争ったりとか、いう、ようなね、ことになってくるんで、まあ、同じギリシャ世界でもね、まあ、仲がいいというわけでも、ないわけなんですけども、まあ、同じ、なんていうような、こう、起源のギリシャ神話を信仰しているという意味では、まあ、共通をしていると。まあ、そういう、こう、関係性だったわけですね。はい。まあ、そうなんか、こう、神話の信仰みたいなところは、まあ、一緒なところがあるので、まあ、今のオリンピックの起源になっている、まあ、古代オリンピック、とかね、まあ、ああいうのを、こう、行ったりとか、そういうね、まあ、その程度の、こう、一体感はあったようですね。はい。で、そんな、こう、ギリシャ文明なんですけれども、ね、先ほど出ていた、ペルシア帝国ですね。ここが、かなり、でかい帝国になっていきまして、このペルシア帝国の脅威に、さらされるという形になります。はい。で、これについてはですね、どっちかっていうと、スパルタですね、の方
もう結構関連してくる話になるので、ちょっとね、ここのペロポネソス戦争の話とかね、あとまあ、ギリシャ戦争か、ギリシャ戦争の話とかっていうのはね、まあ、ゴルゴーの方のお話の方に回したいなと思っておりますんで、ちょっとね、ここでは省略をします。で、まあ、いずれにせよもですね、こういったまあ戦争に、まあなんとかですね、ペルシャ戦争なんかには勝利をするんですが、まあその後のギリシャ世界の衰退の引き金になったと言われているあのペロポネソス戦争という戦争がありまして、まあここでですね、ギリシャ世界が大きく、力が低下します。で、まあそういったことがあった後にですね、マケドニアというね、このまた非常に強力な帝国が出てくることになりまして、このマケドニアの支配下に置かれて、でさらにですね、ギリシャ世界というのは大きく弱体化をしていくということになります。まあこの辺はまたマケドニアの話なんかでね、絡めてお話をしていく形になると思いますけれども。はい。で、この後ね、またどうなっていくかというとですね、マケドニアのアレキサンダー大王ですね、あいつが死んだ後で、まあ、ギリシアはですね、ようやくここで反旗を翻してですね、アレキサンダー大王の死後に、まあ、分裂してマケドニアが弱体化するんですよ。まあ、その後のマケドニアに反旗を翻します。で、この時はですね、ローマ帝国ですね。まあ、共和制のローマだったんです、この時はね。まあ、ローマが非常にこう力をつけていたということもありまして、このローマと手を組んで、なんとかこのマケドニアに対抗していく形になるんですよ。しかしですね、マケドニアが滅亡した以降に、今度は、ローマと対決をすることになりまして、ローマ軍に敗北。はい。ここでですね、まあ、ローマの属州になってしまいまして、古代ギリシアは滅亡をしてしまいました。はい。ということでですね、まあ、最終的には、まあ、マケドニアと協力、マケドニアをね、倒すという意味においては、協力をした関係だったローマだったんですが、最終的にはね、まあ、このローマに滅ぼされるということになりました。まあ、本当に、こう、弱肉強食の世界ですね。はい。で、一応まあ、古代のギリシアというのはですね、まあ、これで滅亡してしまって終わりなんですけれども、冒頭で話をしたように、今でもね、ヨーロッパの方にね、ギリシアってありますよね。存在している国になりまして、またちょっと紆余曲折をありまして、まあ、現代に、まあ、なんかまあ、国としては、まあそう同じ名前の国っていうのが復帰をしていくということになりますんで、さらっとですね、この後どうなっていくかということをね、ちょっとだけお話をしていきたいなと思います。で、ローマにですね、属州にされた以降なんですけども、まあしばらくはローマ属州時代を、過ごします。で、このローマ帝国ってのはですね、最終的にまあここも国力を落としていって、まあ分裂をする形になります。で、ギリシャ地方ってのはですね、東ローマ帝国側でした。だから、シビシックスへとビザンティンですね。ビザンティンの方です。で、まあ、東ローマ帝国に属する形になりましたので、東ローマ帝国ってのはね、まだローマ帝国分裂後もだいぶ長いこと生き延びましたので、1000年近く、東ローマ帝国の、まあ、属州というか属する形としてですね、まあ、過ごしていくという形になりました。で、まあ、だいぶそれで、まあ、時間が飛びまして、まあ、1000年ぐらい経った以降ですかね。はい。まあ、十字軍によって、まあ、東ローマ帝国というのは崩壊をします。で、まあ、それでギリシャにもですね、十字軍が入ってくる形になるんですが、まあ、この頃ってのはですね、もう東ローマ帝国はだいぶ国力がなくてですね、まあ、ボロボロだったということがあったようなので、まあ、ギリシャ人もですね、まあ、入ってきた十字軍を、まあ、ある程度歓迎したということがあったようです。で、まあ、十字軍国家というふうに言われますけど、まあ、多分まあ、多少なんていうかな、歓迎して受け入れたという背景があってなのか、まあ、アテネ公国とか、そういうですね、十字軍王国みたいなものがですね、誕生することになりました。で、まあ、その後ですね、最終的には、オスマン帝国ですね。これはま、1453年になりますけども、オスマン帝国が、首都を、陥落させまして、で、ここでもう、
完全に東ローマ帝国っていうのが滅亡する形になります。で、まあ、ここではもうオスマン帝国っていうのはですね、この辺をもう、で、ブイブイ言わせますので、ここからまた300年ぐらいですね、また、今度はオスマン帝国の、統治時代になりますね。はい。で、まあ、そこからまあ、オスマンが300年ぐらい統治をするので、まただいぶ時間が経ちまして、1821年、はい。ついにですね、オスマン帝国への反乱が、企てられまして、ギリシャ独立戦争が始まります。で、これをですね、鎮圧しようと、まあ、あの、オスマン帝国が、やっていくんですけど、まあ、それに対してイギリス、フランス、ロシアとか、この辺がですね、介入をしまして、で、最終的にですね、まあ、ギリシャの独立っていうのが、まあ、国際承認されていくという形になりますね。で、これがですね、アドリアノーブル条約かなっていう条約で、まあ、ギリシャの独立がですね、国際承認をされるんですが、これ1829年なんで、本当にですね、まあ、古代ギリシャが滅亡してから考えると、もう、すさまじい、ね、時間が経過して、本当だから、紀元前ですからね。もう、すさまじい、こう、月日が流れて、まあ、本当にしばらくぶりに、まあ、ギリシャという国家が、まあ、復活をするという形になったというわけですね。まあ、もちろんですね、こんだけ時間経ってますから、まあ、厳密に言うと、こう、民族的にはですね、古代、まあ、これまあ、よく言われるんですよ。この古代ギリシャの、なんていうか、すごい、文明を作ったギリシャ人っているんですけど、それと今の、なんていうかな、ギリシャ人ってもう違う民族だと思うんですけど、まあまあ、一応まあ、国家としてはね、そういう形で、まあ、てか建前上はというか、まあ、ギリシャ人国家というのがですね、まあ本当に2000年近い月日を、得てですね、まあ、復活をしたという、そういうまあ、お話になります。はい。でまあ、それで、現代でもですね、まあ EU のヨーロッパの国の一つですけどもね、ギリシャという国がですね、国家として、存在をしているという形になったというお話になります。はい。以上になります。一部ですね、ゴルゴとスパルタにね、関連したところの話ってのはちょっとね、端折りましたね。また、いずれ、ゴルゴのね、話をする回で、その辺はね、詳しくはやっていこうかなと思います。はい。ということで、今日のラジオはですね、これで終わりにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。また来週のラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。